ホーエンド・エランゲンブルク公、ヘルマン、1905年ヘルマン・エルンスト・フランツ・ベルンハルト、クルストツー・ホーエンド・エランゲンブルクは、ドイツのシュタンデズ・ヘル、政治家。ホーエンド・エランゲンブルク公、ホーエンド・エランゲンブルク公、エルンスト一世とその妻で、イギリス女王、ビクトリアのイフ姉である、フェオドラツー、大人間の間の間の次男として生まれた。ベルリンの法律学校を卒業後、しばらく、 プロイセン軍人としての生活を送った。八百六十年、兄のカールが、帰戦結婚により、ランゲンブルク降下の課長を退いたため、代わって、家督を継いだ。翌八百六十一年三月四日より、ビュルテンベルク王国の貴族院議員となり、終身で議席を保った。八百七十七年から八百九十五年までは、ビュルテンベルク貴族院副議長の任にあった。 ヘルマンは、不服戦争にも参加し、保守的な帝国党に所属して、1871年から1881年までは、ビュルテンベルク第12選挙区選出の国会議員として、ドイツ帝国議会に席を占めた。ヘルマンは、オットー・フォン・ビスマルクの重要な支援者だった。彼は1881年に国会選挙に敗北すると、 以後は植民地政策に対する関心を強めていった。彼はドイツ植民地団体の発起人の一人となり、団体の運営に一定の影響力を及ぼした。1886年にシュベービッシュ春に設立された医療機関である福音派法司会館の初代理事長を1894年まで8年間務めた。その後、 いとこのホーエンド・エシリングスフィールストコクロート・ビヒの公認として1894年から1907年までアルザスロレーヌ地方の総督を務めた。1862年9月24日、カールスルー、ありがとうございます。